こんにちは、しんじです、今日はね、ハンコンをね、また買ってしまいましたので、ハンコンをね、紹介していこうかと思ってます。で、今回ね、買ったハンコンっていうのが、ロジクールの G29 ドライビングフォース、レーシングホイール4プレイステーション4プレイステーション3っていうね、ハンコンをね、買いました。で、ね、もうすでに僕は以前出した動画でフェラーリのね、ハンコンを買ってます。でも今回また新しくね、買いましたね。なんでそんなね、ハンコンをそんな立て続けに買うんだっていうね、話なんですけど、それは以前買ったね、フェラーリのハンコンはフォースフィードバックがついてないね。フォースフィードバックっていうのは、こう運転してる時にね、こうゲームの画面に合わせて、こうハンドルを切った時の抵抗だったり、あとはこう接触した時のガタガタっていうね、揺れとか、そういうのをね、再現してくれるのがフォースフィードバックなんですよ。で、そのフォースフィードバックがフェラーリのハンコンにはついてなかった。で、こうプロジェクトカーズのね、こうプレイしていくにつれて、なんだかやっぱりね、物足りなくなってきちゃったわけですよ。なので、フォースフィードバックがちゃんとついているロジクールのG29 を買ってしまいました。ということで、早速開けていきます。はいはいはい。ということで、説明書が入ってますね。 AC アダプターが入ってます。証書とかが入っていて、ハンドル出しちゃいましょう。これは重い。ハンドルがね、出てきましたね。次がね、ペダルです。これがペダルですねペダルが出てきました。あとは入っていないハンドル。はい、ということで、中身をね、全部出してみました。で、入っていたのが、まあこのハンドルね、ハンドル部分と、あとはこれがペダルですね。ペダルで、AC アダプターね、入ってました。あとは保証書類がね、入っていたんですけれども、これで全部ですね。ハンドルですよ、ハンドルね。これがね、G29 のハンドルですね。これがペダル。あ、結構ね、あ、ブレーキが超重い。このね、ペダルの感じを見せてみたいと思うんですけど、これが結構ね、アルミなのかな、金属パーツですね。で、アクセルは押し込みやすい。まあ踏んでもちゃんとすんなりスッスッって踏めそうな感じ。ただこのブレーキ真ん中、少し踏んでグッてもう一回押せるようになってる感じですね。このスッって押せる感じは、まあスッと押せそうなんですけど、そのグッて次に2段階目押すのはかなり重い。クラッチはアクセルと同じような感じで踏めそうな感じですね。かなりね、しっかりしてそうな感じです、これは。で、次にね、ハンドルの部分をね、こうアップで写してるんですけど、このハンドル、こう持った感じはね、そんな大きいと感じない。で、このハンドル径が、28センチぐらい。こっからここまでがだいたい28センチぐらいみたいです。で、このね、下の部分が、こうちょっと直線になっているので、この辺にこうね、足があってもそんなに当たりづらいという感じの形になってます。で、ここの部分はプレイステーションの、まあ、3と4をちゃんとね、コントローラーを全部再現していると。で、本体のね、この横、ここがパドルスイッチになってます。だいぶなんか薄い。あ、これ危ない。これ結構ここがソリッド。ここの部分結構ね、ソリッドですよ。これ手でやってる時に G29 もハンドルと一緒にこうね、こうやってシフト部分が回るので、そんなないとは思うんですけど、これね、もしかしたらね、指をちょっと切ったりするかもしれない。これフォースフィードバックで、こう車のこうハンドルが戻る感じで、こうシューって戻ってくると思うんですよ。なので、その時に指をね、こう乗せてると擦れると思う。なので、その時に指をね、切っちゃうかもしれないっていうね、可能性があるんじゃないかなってちょっと思いました。ハンドルはこんな感じですね。そんなね、こう、やっぱ、アホみたいにハンドル径がでかくないので、運転はしやすそう。おーい。ね。で、ハンドル、これ回るのが900度回るみたいです。で、全体の感じをちょっとこう見せていくと、こういう感じですね。こうハンドル部分があって、これが底面。
底面が配線があって、ここに USB とかがね、ついてます。後ろはこんな感じ。で、こんな感じです。ね。はい。ということでね、今回は、このね、ロジクールの G29、ハンドルコントローラーをね、ちょっとこう開封してみたんですけど、こうやってね、触ってみた感じは、かなりね、なんか上質な作りをしてるなっていうね、イメージがあります。この辺のペダル部分もかなりね、しっかりしてる作りだし、ハンドルも、ね、ここが革製ということもあって、かなりね、なんか持ちやすそうだなっていう印象があります。ね、これはね、かなりね、走るのが楽しみな感じです。で、今回ね、このハンドルコントローラーを設置する台も買ってるんですけど、それがね、まだ届いてないので、ちょっと走るのがね、すぐできない。それが届き次第、ちょっとそちらのね、スタンドのレビューも兼ねて、ね、設置をしていきたいなと思ってます。で、今回ね、この G29 をね、なんで買ったかっていうと、フェラーリのハンドルコントローラーには、フォースフィードバックがついてないっていう理由から、こうね、いろいろね、探し始めました。その時に、こういろいろね、調べてたんですけど、高級なハンコン、これもね、値段的には高級なハンコンに入るんですよ。これ6万ぐらいするんで。その値段のね、こういろいろ見てたんですけど、で、今回はね、その G29 を買う時に比較したのが、あの、ファナテックっていうところのハンコンと、あとはスラストマスターの T500 と T300 で、あとはこのね G29 の前のモデル G27 を比較しました。で、なんでねこの G29 を買ったかっていうと、まあ、G27 を買うんだったら新しい方がいいよねっていうところで G29 で、ファナテックのハンコンはすごくね良さそう、すごく良さそうだしめっちゃかっこいいんですけど、なんせ高い。ファナテックのハンコンはね、一体になってるものじゃなくて全部をバラバラに買う。ペダルもバラバラに買うし、ハンドル部分もバラバラに買うし、このハンドルをつけるここの部分ね、ホイールベースっていうらしいんですけど、ここもバラバラに買う。で、ファナテックのその値段っていうのが、ここのね、ハンドルとかない、ここだけで8万するね。それはね、もう恐ろしい値段ですよ。ここだけで8万。で、ペダルで3万。で、ハンドルで、まあ安いので2万ちょっとみたいな。ほんとね、ファナテックのハンコンを一式揃えるとすると、軽くね、10万を超える。っていうことで、ファナテックは現実的じゃないな。っていうことで、ね、買いませんでした。で、スラストマスターの T500 と T300 っていうのは、かなりね、そっちも良さそう。ハンドルをこうね、操作してる時の、そのフォースフィードバックの、なんか精度みたいのがもうすごくいいみたいな書いてありました。でも、ハンドルの部分がちょっとね、 G29 はハンドルのねここの幅がまあ大体28センチぐらいなんですけど、スラストマスターのはね結構でかそうな感じがありました。 T500 はこの G29 よりも高い、多分7万5、6千円しちゃう。 T300 の方は G29 と同じぐらいの値段っていうのをね、こういろいろ見てるうちに、なんとなくね、あの、日本のサポートもきっちり受けられそうなロジクールがなんだかんだ無難かなっていうねところで、今回は、ね、G29 を買いました。もうね、これを買ってしまったらこれより上のハンドルっていうのはね、うん、そうそうない。次これでも物足りなくなった、これよりもいいのが欲しいってなった時はファナテックのねハンコンをね買おうかと思います。とりあえずね、今回のこの G29 を買った時に比較したのはそんな感じです。ということで、今回ね G29 を開封しただけの動画となってしまうんですけど、開封してみました。かなり本当にこう見た感じ、触った感じはかなり良さそう。早くねスタンドが届いて運転するのが楽しみです。ということで、今回の動画はこの辺で。シンジでした。